ああ、でもね、確かにあったな、あの暗闇のところに、なんか物差し込めそうなところ。あれもカーバッテリーとジャンパーケーブルだったんだ。テッドはさ、ちょっとコスチに入る前に、一つか二つでも回収していきてえな。ああ、なんかね、化学工場行ったらずっと左伝いに行けば、その目的の場所行けるくさいかあ、そら。うん。う。方向音痴だから頼むよ。前なんてすんげえギリギリで出てんだから。ちょうど汚染拡大が始まった瞬間に帰ったよね、アル今マの。ハへようこそ。新そうだよたな任ね。務にアクセスするため、そうだよね。探まずは知し、情報と戦ちょ、略を待って、考慮落しちよう。着け。敵の脅威が我々高まっている前、状ここ況ので近対くの処ショップすいたるとべき、き。敵キルしてるじゃん。そうだっけ？どこそう、だっだけ？から多分、対面側の方にもリスポーンしてるパーティーがいると思う。ああ。今回は UAV、コッシーでは使わないだろうから、敵いるなと思ったら使える速攻で。了解。俺も UAV は持ってるんで。おのど。うん、つか今回武器バグはないわ。2にセットした？いや、1と2両方にセットしてる。いなんや、なんだ絶対テンパスレーザーバックのせいだよ。今。いやいや、テンパスレーザーバック持ってきてるよ、今回。テンパスレーザーバックと KV。テンパスレーザーバックは1の方？いや、1も2も両方同じ設1を持ってきたの。定。2だね、今回持ってきてるのは。じゃあ1がバグってまあ、るのそじの、ゃん。もう、その、発生不明な、原因不明なバグを議論してもしゃあないから。いや、俺は完全に武器のせいでバグってたからね。絶対 ISO ヘムロックを二度と DMZ で使わないって決めたの。ははっ。P っぽいのはいないな。早く買い物して、こっちへ行こうぜ。そう、ミュージシャンボックス買ったのに後ろに置いたりじゃねえかよ、ふざけやがって。まあ、我々今このコムベストだから、だいぶアーマープレートは削減できるのはうまい。ミューションボックス2個にすればじゃん。この辺ジャンパーケーブルでもないか。ないか。行くぞー。バギー使っちゃうか。地下駐車場はこれだよな。イエス。まあ、ここにもあるんだけど、え、ショップ？これ。ああ、そっち行くか、じゃでもいや、そっちだとわかんないんで、道が。あ。ああ、そうなの？俺も知らない。だから遠くのあっちの方が。あ、ちょっと待って。今撃たれたな。今撃たれたの。ちょっと大回りするよ。ああ、なんかピカピカしてる。なやっぱバギークソだよ。バギクソだ。これどこだ？わ からん。知らない。あ、UAV？ ちょ、降りるか？上空からの UAV 使警っ察た。が必要だ。了解。UAV が全域を展じゃあ開すいいや。る。ビーコン UAV タワーオいいや。ンライン。映ってねえな。ポシチに来てるだけだっちゅうの、そっちは。でもな、最近ステルスアーマー着てるやつもいるから用心しないとな。それって UAV に映んないって効果なんかな、本当に。めっちゃ足音する。ステルスと名の付く以上はそうでしょ。鬼滅くんはいいけど、多分そうだろう。つかさ、これフィールドに飛びまくってるこの戦闘機、絶対ストリークじゃないよね。なんかイベントだよね。そう、へへ。異常の数じゃない？だって最近。
待っていたらそんなもんじゃねって思っちゃうけど、まあめっちゃ飛んでんな。ここに向かう。ウルトラはエリアに武器ケースがあるとの情報だ。場所はタックマップにマークしてある。武器ケース近い。注意しろ、重装甲の敵に守られている。この辺の建物、ジャンパーケーブルでも、あ、置いてありそうな予感。あ、カバッテリー。あ、ジャンパーケーブル。あ、もう、もうあと中で1セット取ればいいじゃん。こういう陳列棚に鎮座してあることがあるんだよな。なあ、これさ、地下に車あるのなんで？これ地下にスポーンしたっけ、車。わかんねえ、でも地下駐車場だから あるもんじゃねって思いたいけど。確かに、ま、でも漁られてたら入ったってことでしょ。ああ、でも止め方が不自然だからスポーンだね。いや、もともとだ。開いてねえし。よし、あさったら入ってんのバレる。もうあさったから遅いか。そうだ、一応この辺にもジャンパーケーブルとかないか見てるんだけど。何もない。よし、最速コシチェか、わからんけど。最速どうだろう、分からんけど。つかこれコシチェに移動するだけで2500も入るんだ、経験値。あ、早っ。一応周りの箱に目を光らせるのはよろしく。うん、これ楽だといいな、ルート。ジョーカーあ、自己層。あ、楽なやつ。もう見慣れたルートだな、これ。いや、あそこから入ったら毎回ここじゃね？決まってんのかな、その。ああ、いや、決まってそうだね、確かに。何何何？おのののの。いや、いいわ、これ。こいつらアホアホ勝てるのに、こいつすぐ溶かすもんな。あれ、多分、あれ、なんかた、もう、弾がなくなってる。え？リロードができねえと思ったら弾がねえよ。この辺。どっちみちカーバッテリーとジャンパー一組ずつ必要だからな。ショットシェルが必要だ。弾薬置く？あ、置いてほしい。な、マジで弾が消え失せてる。気のせいじゃない？なんかここ来た直後ワンマグしか持ち合わせてなかったんだけど。ねえねえ、ねえ。来た、ここ来たら弾なくなったんだよ。盗まれた。マジで弾どこってなった。そうだよね。うん、この辺の箱にショットガンシェル若干入ってるから見とかないとな。 L2 制限ゾーン鍵じゃん。あ、マジ？お、いけるいけるぜ、前しますだとか、まあ、今回用があそこじゃないけども、まあ、あるなら行きたいね。あ、ミュニションだ、持っとこう。あ、自己装ボックス、自己ソボックス出しちゃおう。俺は持ってる。俺トラップでね、あの死ぬと予言しておこう、先に。わっと危ねえ。そっちやばい。まあ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 、待って、セントリーある、そこ。お前
弾を節約する打ち方をしよう。ちょっと待ってね、これブザー鳴らす前にさ、あのちゃんとワンセットゲットしておきたい。ジャンパーとカーバッテリー、あ、カーバッテリー持ってくわ。あとジャンパー一つ。ジャンパー前この下のこのテーブル、テーブル箱の上にあったけどないな今。でさ、ミューニション、ミューニションボックス出しちゃう。なんかあったか。あ、オッケー。あ、これジャンパー OK じゃなくてショットガンだわ。なんで。あとロッカールーム見てないな、まだ。でも俺この辺にジャンパーケーブルあったの見たことないんだよな、マジで。またミールションボックス。ねえ。あ、エレベーター落としたよ。敵の増援が来ると。よいしょ。ねえなあ。あ、暗視ゴーグルあった。もう暗視ゴーグルまだ取ってねえな、そういえば。取っとけ、取っとけ。うん、つうか俺、あの、会場アイテム持ってるせいで大バッグが。いや、もう、多分行った先にもあるから行くか。そうだな。ニクレタアーマーベスト。よし。ああ、ちょっと待てよ。この辺に置いてあることもたまにあるけど。ないか。よし、行くぞ。ウルトロは敵の活動が増加し、ウルトロは敵の動きが活発化している。気を抜くな。おお、すぎ。とりあえず差し込み、なんだこいつ。もう差し込みはした。初プレイですか？3回目プレイ。何回目だろうね。初プレイではないです。こんばんは。あ、ジャンパーケーブルあったー、ここに。よし、これで予備 OK。行くぞ。ここに向かう。待って、あの、そっちまだ暗視ゴーグル手に入れてないよね。手に入れてなーい。じゃあ、俺持ってるから先行するよ。とりあえず開けて。左伝いに行けば OK。 よい。まあ、ていうかまず真ん中のあのちっちゃい掘ったて小屋行って R4 を手に入れないと。マジコンだ、マジコン。あ、フレアスティック設置って何？なんか目印だよな。目印だよね。あ、これもしかして、どれだ？これか。この辺の左側にあるよ。OK。刺した、刺した、刺した。で、多分このボタンだよね。押した。アルファクラスターだね。あ、で、ちょっと待って、R4 手に入れないと。ウルトラ1へ通じ、エリア内でウルトラは敵の増援が来るぞ。どこだ？多分この辺だったよね。え、他のチーム？待って、この辺死んでるわ、敵。ああ、プレイヤーいるかもしれん。待って、あれだ、あの脱出エレベーター、脱出エレベーター。
オッケーオッケー。やるんか。いや、逃げて。あ、オッケー。パウル4早く手に入れな。多分ここでしょ。ここに向かう。あった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 。そうそうそう、これ、使う？使っていいよ。あ、じゃあ、使う使う。アーマー捨てて。じゃあ行こう。ん？アーマー捨てる必要なかったやん。どっちだっけ？こっちか。この矢印何なんだ？どこが開いたんだっけ？あ、そうだ、これ。このまままっすぐまっすぐ。まっすぐ、オッケーオッケーオッケー。多分この矢印そういうことだね。脱出経路？もし、アルファクラスターの、あれだと思うんだけど。あれ？こっちじゃん。え、待って、開いた？待って、これ違うバンカーだな、多分。今俺が開けたんだけど。こっちだ、こっち。こっちだ。間違った。開いてる、開いてる。え、使っ、ああ。これ、相変わらずね、わからんのだわ、作りが。え、ね。あ、で、これ。あ、だって、びっくりしたわ。こいつ、アサルトで撃ったら全然壊れねえな。コムベストで助かったわ。あ、これドア2箇所あるんだね。見て。さっき開けたとこやん、そこ。さっき開けたとこやん。通じてるんだ。ミューション出たから出すよ。あ、オッケー。弾あり余ってんの。で、内部に行かんとなんだよね。やっとバックでかくなった。やべ、これめっちゃ迷いそう。あ、間違った。なんか拾っ、まあいいや。あ、多分内部。なんでこれセルゲイの西って誰やねん。これ脱出だな。トラップの音してます。あれ？まだそっちいんの？これどう行けばいいんだろうな、これ。あ、ここだ。まあ、この辺にどっかあるんだよね、壁。壁になんか落書きがあるはずなんだけど。うわ。うわ、ちょっと待って、トラップあるよ。わかるわかる。あ、あぶねえ。ここめっちゃある。おい、ここトラップまみれやぞ。あ、ちょい。いた。なんかガスマスクあったから持っとこう。でもそんな大量に敵がいるわけでもないか。うん。え、ちょっと触れね。ちょい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 。どう、なんかそれっぽいところあった？探してる。探してるってか、あのトラップにチキンチキン。あ、これだろ、これだろ。こっちこっち。これ当ててみ。どれだ、数字。何が書かれてる。あ、でもね、黒板何箇所かあったよな。俺つか。外れじゃん、これ。外れか。アルファベットと一緒になんか載ってたはずなんで。じゃあそれ全体地図かもね。地図なのかな。あ、待って、これ L2 制限ゾーンだわ、ここ。マジ？マジ？行っちゃう？そんなに奥深く行かないのなら。アイテムあるだけでしょ？とは言っても。あ、マジ？上にいる。あ、目の前にいる。つかここ来たことあるやん。結構前に。敵の活動が増加している。
ちょっと後回しにしない、ここ。今回の目的じゃないし。グレネードを使う。戻ろう。ちょっとやべ。おお、すごいすごいすごい。やべえ、L2 開けたらめっちゃ来るやん。なんかすごいな。なんか人知れず避難してるやつもいるし。M13B 強い気がするな。ちょっとここの黒板っぽいワープで。黒板っぽいところを探さないとな。うん。ただトラップが多くてな。俺はいつ引っかかるか気が気じゃないよ。気が気じゃないよ。マジで。つか、あ、黒板あった。ここに向かう。うん。とりあえず、2桁さえ分かればもう。そうだね。さっき見たやつで。でえ、これあ、いや、違う違う違う、これが見てるです。ああ、オッケー。黒板ってそもそも全部でいくつあるのか知らんな。俺は敵を片付けるわ。トラップどこっつったっけ。こっちこっち。ああ、どう4なんか L の逆、悪い字みたいなマーク。まあ数字が見えるのは少なくとも4なのね。4、うん、ちゃんとした数字は4だ。あと手がかりになりそうなのあるのか。3364だよな。待って、こっちあのあれだ、多分セントリー2つ置いてあるとこだ。ああ、そうだわ。いてー、マジトラップ、トラップが気になりすぎて。いてー、危な。ここマジで KV で来るの最適解だろ。ちょっと壊れた。まだある。あー、オッケー。ここが開けばいいんだろ。ここのパスコードだよな。あと黒板どこだ。あった。あった。あ、ほんとだ。2 A が2、4と2。今のところ分かってんのって。うん。じゃあもういけそうだな。これだよな。421。え、あれだ、A が2で、そういうマークとかないの？ないの？ない。あ、待って、なんかね、それもまた別の手がかりとしてどっかに投影されんじゃなかったっけ？ウルトラ1に通知。脅威が違ったっけ？あ、そうだよ。そう、絶対そうだよ。あ、でも42か24の組み合わせだよね。その、ちょっと、ちょ。3桁目が4かもしんないし。じゃあ探した方がいいな、おとなしく。そんな組み合わせ最適化問題なんてやりたくない。ここ、敵いる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 。ピーピーピー。無理だわ、そっちすぐ行けねえぞ。お願い、早く来てくれ。来た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 。どれ。あ、ワンダウンワンダウンワンダウン。ナイスナイスナイス。おかえりダウンした。草津。起きたよ起きたよ。やったやったやった。ミス。ちょ、勘弁してて、ここで来んのマジで。ショットシェルが必要だ。お、結構やり込み。今別に必要なもんないでしょ。なんだこれ、変装。
それなんか敵の NPC に撃たれなくなるらしい。そんなのあるんだ。うん。そんなことより黒板だ。いや、マジでびっくりした。運がよく、あ、黒板あったけど、これなんか見た気がするな。それは、うん、待って、わかんない。3。ロシア語みてえなマークが3。はぁ、あ、432今わかってんのって。よく顔文字で口になるやつ。はいはい、ああ、なるほど。432。あ、じゃあもうその組み合わせで当てずっぽうでやってても大丈夫で。オッケー。探すわ。そうだね。ちょっと待って、どこだっけ？さっきのゲート。広いわ、ここマジで。広いから PMC 来たことにも気づかないわ。ゲートどこ？あ、こっちか。あれ？ゲート違うな、これ。やばい、迷ってる俺。こっちだ。あの、トラップに引っかかったらすまん。やめてくれ。あ、あれ？この A は違うよ。待って、俺迷ってる。さっきのゲートどこ？こっちじゃね？こっちで。そっちか。俺いる方。ここなんて広いんだ。ちょっと試そう。オッケー。432。432。次423か。で、次2スタートで。あ、最悪。で、次3スタート。え？ダメじゃん。ダメじゃん。ちょっとじゃあ俺撃ってるから他探してきて。確かに432なんだね、今出てる数字って。432。うん。いやでも432も全パターンやってくるダメだってよ。なんか。わかんねえ。ちょっと待って、そもそも見た手がかりがこれで全部か分かんないよな。そう、4000。ちょっと黒板、敵の活動が増加し、ウルトラは敵の増援が来るぞ。黒板今全部でいくつ見た？ 4 つぐらい。これも多分見たしな。わばって、エンドじゃー。3だろ、3しかありえねえよな、これ。どっかのメモとかかな、もしかして。ちゃう。あ、待って、これ見たか、この黒板。この黒板多分見てないと思うぞ。でもなんかあったか、一回こっち見てく。オッケーオッケー。ちょ、ショットガード。ゼロゼロ？あ、これマーク、B みてえのがゼロ。手がかり。B ゼロ？はい。うん、B みてえのがゼロ。ちょっと、メモアプリ立ち上げとこう。L の逆みてえなのが4だったか。L 逆が4。B0 と今432ね。うん、で、ここ黒板。432が4が L の逆みたいなマーク。あ、OK。L4 ってしとくか。うん。これ見てないよね、多分。見てなさそう。弾出してるから。え？なんて、1.273 ってなんだ。それしかわからん。あの、それっぽい数字はない。うん、今そっちの画面越して見たけど、なさそうやったね。俺ちょっと。これさ、一応このエリア、
区画ごとになんか、英語は振られてるんだよね。これ見たよね、これ。ここに向かう。あれ？あるね。俺の見たマークなんだ、これ。なんだっけ、さっきロシア語みたいなやつが何つったっけな、俺。ヘルの反対、あと口っぽいやつって言ってたよね。ああ、これ知ってる、知ってる、知ってる。あ、B、え ?8?B8?B8? B8? 大文字 B8。はい。あ、ここになんかあの、M たす、あ、M たす小文字。謎が深まるばかりなんだが。やべ、ここの解き方ちゃんと履修してないんですけど。あ、待って、じゃあもう動画見る。動画見る。わかった。ちょ、残り5分なんですけど、やばいな。動画でその解き方をやってるとこ。いや、解き方っつってもね、これ、もう黒板の手がかりをもう探してしか方法はないと思うんだけど。あ、しかもこの動画、黒板見るタイプのあれじゃねえ。あ、びっくりした。N か。3、ロシア語みたいな3、はい、絶対メモだと思うな、その順番。こんだけ数字あるとメモな気しかしねえわ。制限ゾーン。なんかさ、気のせいかもしんないけど、人によってはこの辺光で照らしてなんか文字浮かんでるような気が、ちょ気のせいかもしんないけど、ね。あ、だったっけ？ちょっと待ってね。それやろう。A, A が2、大文字 A にね。OK。さっき見たけど。はいはい。大文字 A にね。なんかこの辺の壁映ってる。大文字 B、口、小文字 B。大文字 B？と口小文字 B。 さっき小文字 B なんぼだっつってた。あ、そう、小文字 B はもう適当にいけ。口はなんて言ったっけさっき。もうお前メモしたんじゃねえのかよ、もう。L はメモした。 L の反対と。なんで L 以外メモしてるんだバカ野郎だよ。じゃあ なんだっけ。わかんねえよ、無理な探してるよ。なんでスタートが8ってのは分かった。してなかったの。じゃあもう8、スタート8で頑張ってくれ、今。無理。あ、口3。口3、オッケーオッケー。あと頑張って。はい。あと頑張っちゃう。最後は適当にやればそのうち当たる。8、3、3、違う。8、3、4、違う。8、3、5、あ、違う。8、3、6、あ、違う。え、これ大丈夫？ 8、8、3、7。あ、違う。8、3、8。8、3、0か？待って。一回ゼロやろ。8、3、0。できたこれ、シチェコンプレックスの地図を回収ってあるけど。地図どれだ？知らねえ。知らねえ。え？シチーコンプレックスの地図ってどこなんだろう。それ別途調べた方がいいかもしれない。ちょっと待って、時間がやばいな。もう帰るか。一回。いや、地図わかんねえもん。待って、時間が。ある限り一応調べる。ウルトラワンへ。あ、待って。エラーめっちゃ来たし。そう、多分俺が開けたせいだ。あ、ちょ、やばい。でも絶対これ絡みだよね。うん。てか、こっちのドアってさっきから開いてたっけ？
さっき開けた。付近の活動が増加している、警戒しろ。あー、ちょ、そっちセントリーあるわ。あー、あったわ。あ、やべ、ね、ちょっと調べる時間ないかも。まあまあ、一応見ながらは帰っていくけど、こうシェイコンプレックスのさあ地図知らないもん、はい、赤らの地図。いや、せっかく暗号が解けたのにな。まあな、でもその暗号解いた部屋にないってことは次暗号解かなくてもいいよ。そうであってほしいけどね、うん、エレベーターこの辺にあったし。え、あの攻略サイトに肝心な宝の地図に関しての情報が何一つ書いてないんだけど、うん、コシチコンプレックスの地図で調べた方がいいんじゃん。とりあえずあの回収地点行くか。のすぐ真上にある。真上？ああ、こっちか。ここにあるよ。はいはい。どっから登ったか忘れたけど、どっかね。いや、俺としたことが口だけはメモし忘れていたという。俺めっちゃなんか口さんとかね言った気すんだけど。待って待って待って、あれ PCN？ ちょっと待って、そこどうやって残った？これか。ここあ、そっから来たの。指使うよ。あ、絶対 P 来てるよ。あれ P 来てるよね。この辺だろ。見えたら撃つよ。ウルトラは放射性物質がエリアに。いた。あ、違う、あれ N だ。来た。まあ、いい。まあ、知らん。あれ？した？うん。わあ、びっくりした。あ、これ2個置けないんだ。C4 歴浅いよ。いやー、なんとか暗号は解けたな。あとは地図か。地図、コシチェコンプレックス。で、あの参考になりそうな動画があった。さっきのね、あの最終エリアとはあんまり関係なさそうだ。床に落ちてますって書いてあるけど。さっきの開けた部屋？うん。なかったよ。なかったよね。本当かよ。本当かよ。機密文書を持ち帰ってきたけど。機密文書はあったよね。あったけど。本当かよ。じゃあもう一回やるしかないじゃん。ちょっと待って。録画した動画見返してみるか。うん。嘘だ。水飲みすぎてまたトイレ来てトイレ。はい。え、なかった？あった？ありました。マジで？あの、絶妙に足元にあって気づいてない普通にあの書かれたコシチェコンプレックスの地図って入ってすぐ足元にあったあ、でも R4D 検出器なんか持ち帰ってきてるからもう取らなくていいよ。あ、そうなの？不幸中の幸いなのか、何なのか。でもうやり方も分かったから次じっくりいけるでしょう。そうだね。なんだよ、予備講習か、今の。予備講習。これ我々が初めてまであるな。あの部屋開けて、地図持って帰ってこい。地図持って帰って。よし、こうして行くぞ、この野郎。あ、またこうしてええか。渡る駐車場まで。そうだね。もう あそこはもうルートが確立してるから。もう俺らこれ、このリスポーン地点越して行けって言ってるやん、ゲーム。あとまで川張っていいとなんだ。ジャンパーケーブルと。そうそうそう。あとショップ。そうそうそう。あったあったあった、オッケー。
近い近い。あ、ショップ？あ、オッケーオッケーオッケー。あの、弾薬だけどね。うん、ショップ。お前と同じで、ショップにすぐ行くプレイヤーがいるかもしれんから注意だぞ。大丈夫だと思いたいけど。さっきは運よく PMC に勝てたけど、あれが何度も通じるとは思えないんだよな。まあ、な。枠に1個。はい、ここに置く。だからこの今の武器も。あれ、武器カスタム合ってるか。この辺にジャンパーとかはあったりはしねえか。ガソリンタンクはあった。ミストク結構いいやつだった。じゃあいいや、いじらなくていいや。あ、カーバッテリー。最強。最強？最高。よし、とっとと行くぞ。ちょっと待って、今、サーマルサイトにして。よしよしよし。あ、なんだ？これバッテリー？いやいや、倒した。うん。ビッグショー。うん、これだけより結構あるね。そこじゃなくね、こっちじゃね。え？そこから入ったルートは分かんないよ。え、なんかあれ、俺なんかあれ？俺これピン刺したはずなんだけどな。待てよ、これなんか、またこれピンバグ起きてね。俺さっきと同じところピン刺してるよ。今一番近いところにピン刺さってる。俺も近いところにピン刺してるよ、今。近い？いや、そっから入るとルート違わないっていう。え、地下駐車場でしょ？さっき入ったのそこだっけ？え、ここでしょ？何言ってんの？あれ、ロハンじゃないだって。あ、いやいや、何言ってんの？ロハンなんかで言ってないでしょ。さっきここから入ったじゃん。だって地下に車止まってるってさっき会話したじゃん。おー、どうした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 。バカほま抜け。普通に怖い話しない。世にも奇妙な話や。これはい、ロハンだと勝手に頭が認識してたわ。ロハンから入ったら厳しい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 。俺メモ係に呈するから、もうあの R4 偵察というか、うん、あのマッピングはよろしく。これさっきさ、うん、マガジンがワンマグに減らされたから、なんかまたそれされそうだな。ミューションちょっと余分にあるか。エリア内にミューションいっぱいあった、うん、いっぱいあった。ショットガンもだってロッカーとかあされば出てくるから。うん、めちゃくちゃあったわ。そう。あ、またワンマグになってる。やっぱそういう仕様なのか。ボックス出すか俺一回。ああ、はい、そうだね。あすかり。なんか拾った。危ない。 R4D、 え、 R4D 検出機なんか増えてね。え、あ、そうなの。え、増殖したんだけど。じゃあ好きな方使え。意味がわかんないんだけど、マジで。とりあえず、まあ、ジャンパー、今、カーバッテリー1だから。うん。あ、ミューションだ。手分けして、探しましょう。すげえ武器入ってる。武器3個入ってる箱初めて見た。アンチアーマー。今セミテックス持ってる。ドルレンジ自己蘇生ってマジで何なんだ。
わからん。バトルレイとか一番無縁そうだけどな、蘇生に。うん。あれ、なんか使えるもんでも、ラストスタンド。あ、なんか自己その枠に、バトルレイで自己蘇生だよ。へぇ。なんかどういうことなんだろう。わからん。もしかしたら、あれか、あの、倒れるけど銃撃ちまくって撃ち勝つと、生き返る。やめてほしいな。グレネードを使う。コンタクト。暗視モードだったけど。ああ、俺はないけど、まあ。持っとき。持っとき。俺は持ってんで。え？ピン刺しといて。あ、え、刺し。L2C。オッケー。マジか。足ボール、ここ、まだあり。問題は、ジャンパーもカーバッテリーもない。あれ、1セットあったのはあるんじゃない？いや、違う。あったのはカーバッテリーだけだよ。今、持ってんのは。ああ、ジャンパーがないと。敵プレイヤーが逆流してきたらそう。まあ。敵と戦わないといけないやん。そうだ、ね。極力で戦いたくないのに。いや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 、何してくれよ、お前。大丈夫か？敵の火力高すぎ、大丈夫。この辺カーバッテリーとかある感じしないんだよな。そっちまで行った方があるまである。とりあえずカーバッテリー刺しとこう。ウルトラは敵の活動が増加している。エレベーターの音した。ああ、ミスった。この辺あると思うんだけどな。あった、あった。取れる。ああ、取れない。取れない。もっと。いや、アーマー買いすぎたわ。今、コムアーマーなのにそんな大量にいらんでしょ。それも、そうか。ちょっと予備があればと。あ、かばってる予備。つまり、あとジャンパー1。だけど、ジャンパーさ、ここで2個見つけた試しないんだよ。そうなんだよね。うん。俺たちがいくら目くらでも、しらみつぶして見ているはずだし。行くか、先。あ、やべえ、俺。安心ゴーグル拾い忘れた。何をしとる？どっちか片方はしとけばええ。え、さっき2個もあったんだぞ。戦闘時、暗視ゴーグルあるとないけど、天地の差。じゃあ拾い、やっべえ。じゃあ回収する。なんかあの、病室みたいなとこだったよね。そう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 。部屋の配置がここ、俺いるとこ。この部屋のどっかにあったのってと。ショットシェルが必要だ。あった。ありがてえ。よし、行こう。暗視ゴーグルつけるとアイテムめっちゃ浮き出て見えていいね。探索するとき暗視ゴーグルつけた方がいいんじゃね。さっきも暗視ゴーグルしておけば見落とさなかったっていうのか。
ピンがめっちゃお刺さり。よし、もう、この化学工場自体に用はないから、とっとと、サバルーンみたいなとこ行くぞ。もうルートは分かってる。うん。どこ行くどこ行く運じゃないが。あ、なんだ危険水拾う。あ、見えてる。あれ、しょせるな。まあ、いいか。あれ？あ、あれ？別のとこ開いてん。待って。あ、そっか、ジャンパーケーブル足りないのか、まだ。そうそうそう。ジャンパーケーブルだけ探さなきゃいけないんだったわ。じゃあ、中央あたり行った方がいいな。多分。武器ケース、やれ。弾出すね。あいつら倒したらジャパン、ね、ありそうだよね。でもあれ、でもあっちはあっちの脱出行きそうなんだけどね。それはそうじゃない、わざわざこっちには来ないでしょ。うん、空いてないし、ね、うん、つかジャンパンなかったっす。無駄に脱出エレベーター用。この辺ボックスないかないか。ジャンパー探さんといかんぞ。やばいやばいやばい。ちょっと最悪だね。ここにジャンパーがないんだよね。他どっかあるか。なんかしゃがんで通れる小道あるじゃん。あるある。この辺に落ちてるっていうあれもあり得るかも。どうだか。うん、なんでかれ。え？なんか開いたからさ、ここ行ってみね。それかが、え？それどこに？わかんないこれ。それ前ガスまみれだったとこかな。ジャンパーあるかもしれない。そうやね。じゃあゴグル外そう。これ前行ったことあるよ。あったっけ。あったー。あ、持っていくわ。マジ、うん、頼む。はい、戻りましょう。頑張ってにもありやいらん。あ、痛い。ミニションって何個持ってる？ミニションもない。ない。うん、まあ、一回。どこだっけ？待って、足。本当に行こう。じゃあか。これで、矢印をこれで見つけられれば。こんばんは。まさかのグレイブス生きていたんですね。こっちか。こっちだ。ん？多分。オッケー、俺は方向音痴だから従います。待って、なんか違う。うん、俺こっちだと思うよ、ぶっちゃけ。グレイブス生きとったしな。うん、グレイブス生きとったんか、我で。でもさっき見えて矢印なんだったの。あ、あれなんか撃たれてる。え、なんで撃たれた今。こっつってる。え、待って、これ P いる、もしかして。俺の知ってる矢印があれ、どこだこれ。これ外周とりあえず走りまくってれば着くか、そのうち。これ違うな、うん、暗い上に入り組んでるっていう最高に。なんで出会うんだお前と。あ、これ元のこっちか。オッケー。こっちか。このまままっすぐ。マジで迷うわ、ここ。なんでその肝心な地図がさ、そんな奥ん？
ここのはず、これのはず、これ。もうなんでそっち行った？なんでそっち？迷ったんだよ。ちょっとメモアプリ立ち上げとこ。これじゃあさ、俺たちが開けたからもう他の野良が入り込んできたまであるよね。さっきはそうだ。だってさ、ここのアクセスできる場所、この2カ所しかないよね。おそらくは。うん、です。アサリはいいから、とっとと先行こう。しかして、ここのキーパッドを。行って。弾大丈夫？アサルトは全然使ってないからある。ユニションボックスが絶対どっかにあるんで。ああ、まあ、この辺の箱を漁ってれば。私、メモ準備 OK です。ちょっと早いです。まあいいけど。まあいいけど。とりあえずトラップが怖いんだよな。まずここ、あ、まずここ黒板。あ、違う違う違う。これ。早くね。あ、俺が漁ってたから遅くなったわ。これです。ローマ小文字 B が8。 B8 OK。 B8、 はい、小文字 B。 次行きましょう。どこだ。まあ次は壁自体に行けば見つかるし。そう、ここなんか宝の音すんだよ。何？なんかここドアあるけど上。何？サーバー、サーバーパーミッション。何？あ、黒板。ハズレ。ハズレ？あ、違う。ハズレ。ハズレまで一気に配置するんだもんな。そうそうそう。いじくそ悪いわ。できるよ。あ、この辺トラップまみれやで。だよね。あった、6もあった。あ、大文字 B が6。大文字 B6、 OK。 うん、あとこの辺にも黒板がさっきあったはずなんだけど。ウルトラは敵の方、あった、黒板。ウルトラは敵の増援が来る。ここに向かう。A7、 大文字 A7。 今その単語と数字の組み合わせを記録していってるけど、うん、なんか声バカちっちゃくなった。え、声バカちっちゃいよ。嘘。聞こえるけど。あ、本当だ。ちょっと待って。あー、ちょっと。引っかかった、引っかかった。マイクバグじゃ。マイクバグ。治ったかな？あ、治った、治った。あ、オッケーオッケー。そろそろマイク買い替えようかな。あ、待って。あ、セントリーだ。まあ、とりあえず今ある状況でいけたら、2文字まで分かればいけるから。確かにね。あ、待って、ここ黒板あるんだった。ピンさせね。うん。今壊してる。いや、見るわ。もう一度やり方が分かればスピーディーに掘れるもんだな。余裕だ。あ、外れ。外れかい。チェックしてみて。大文字 B、 小文字 B、 口。大文字 B の最初、大文字 B ね。OK、OK、OK。最初、大文字 B。ってことは大丈夫だ。860、外れ。861、外れ。
じゃあ、862、外れ。863、外れ。869、外れ。868、外れ。では、867、外れ。866、外れ。は？じゃあ、86。は？大文字 B、小文字 B の順番だよね。そうだよ。大文字 B、小文字 B、口。は？あ。あ。何？クソしょうもないミスしたんか、お前。大文字 B と小文字 B の順番逆でした。大バカじゃん。何？メモはどうしたんだよ、お前。お前ああ、君、開いた、開いた、開いた。俺は何もしてないよ。地図ゲットです。マジで、そう思ってた。もう、訳がわからんことしないでもらって。いや、ちょっと大文字 B と小文字 B って似てるよな。あはメモの書き方に問題あるじゃん、それ。で、まあ、時間、あ、まあ、時間別にそんな残ってるわけじゃないな。帰るか早く、うん、俺これで PMC に負けてこれも失うのまガチで嫌だよ。まあ嫌で開始地点行こう。さっきここで戦闘になったもんな。まあ、来ないでしょ。いや手順が分かればなんて楽なんでしょう。大文字 B と小文字 B を反対にしてしまうミスだってあるさ。そりゃあなんか待って、ああれ N かな。一瞬影が。あ、ちょっと待って、今気づいた。これさ、俺レーザーバッグサーマルつけてんだけどさ、うん、サーマル越して黒板見ても映るわ。え今気づいた。え、映んねえよ。え、嘘、俺映っ。え？あの SZ サーマル？SZ フォロー。うん、そう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 。同じの。なんで見えんの？すべて見える。なんだお。よし。え？気のせいじゃないよね。確かに見えたよ今。え？まあいいよ、もうタスク終わったんだから。このメモも消すぞ。縮小。消す。まったく。まったくで、マジで。そうしよう、トゲのあるシルエットって何だ。なんかカスタムできんの？さあ。でも相変わらずパーティーで一緒に抜けれない、これ。アルマズラへようこそ。なんで俺ら、ここからしかリスポンしないの？おしち。コシチゲーってこと。え、近い。あ、あったあった。ここの近くだと、デッドドロップの場所がすごいアバウトだな、このサイトだと。ああ、わかった。アルシャリムバスってところの、ああ、ここか。これ行ったことあるな。もうね、確実にデッドドロップがある場所のにピン刺したから、トラックしといて。確実にデッドドロップ。確実に。あれも、デッドドロップの座標。絶対に。自信がすごいな。で、今回なんと私、武器を持ってきております。あ、待って、なんで兵士がうわなんて言ってんだ。撃ってもいないし、見つけてもいないのに。え？それ、つまり。わかんないけど。ミムシ？違うか。なんかドスドス聞こえてね。今走ってる。いや、俺ちょっと上でうろちょろしてる。
待って、それかじゃん。なんかパパンパパンパパンって聞こえない。え？なんだろう。マガジンつけれねえんだけど。はあ、ちょっと待って。さっき一瞬さ、シャドウカンパニーのタスクでさ、M ラップの鍵っていうなんか、鍵が必要なタスクが一瞬見えたんだけどさ、その鍵、うん、購入ステーションに売ってるんだけど、20万ドルっすね。ああ、か、財布足りないよ、それ。いや、2人でもう10万持ってきて、ってことに。破産するやん、死んだら。怖いから早くデッドドロップ行こうぜ。なんでピン消えるんだい。ちょうど車がある。どこにピンしたの？見えた。あれこれ LTV じゃね？あ、違う、これ M ラップ、え、鍵が必要だそうです。これシャドウカンパニーの車両だろうね。前までなかったよね、こんなの。あ、車、うん、バギの音。ああ、行っちゃった。敵の乗り物だ。お、当てた？え？ああ、いいよ。雑魚的に撃っただけ。ああ、まだ暴走してる、まだ暴走してる。え、見える？え、一瞬見えた。サーマルだから、まあ、ターミナル行ったんじゃないかな。用がない。ここに向かう。あ、銃声。あっち、今弾道見えた。音も聞こえたし、ちょっと見てみようかな。なんかめっちゃヘリ飛んでんな。車があった。あ、消えた。あ、今回スコープ忘れちゃった。索敵スコープ。何も見えんわ。契約で得たキャッシュで装備を購入できるぞ。なんでデッドドロップがあんな高所にあるんだ。うん、また銃声聞こえる。待って、これアルシャリムの方面で銃声するな。ああ、この辺ジップラインあんのか。一旦高所取った方が、まあ、UAV 使うか、うん、それとも UAV 持ってんの？持ってる。俺あるよ。俺も、あ、オッケー。使うね。あ、いる。あ、いる。あれデッドドロップの場所だ、まさに。一人じゃん、あれ。一人だね。止まってる？近づく？あ、下を、下行ったんじゃね、これ。キル確定だ。あ、要塞のキーカード持ってる。なんか同じにやってんじゃねえ、これ。待って、PMC もう一人映ってるわ。映ってる。一応警戒。二人いる、二人いる、二人いる。こっちから見るよ、こっち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 。ここに向かう。これ家中だね。そう。動くものを見落とすな。あ、違う。見て、あれあれ。あれ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 。待って、これ UAV 動かされてるわ。あれ起きるよな。敵の動きが活発化している。気を抜くな。グレネードを使う。いや、動かされてんのこれ不利だな。うん、場所は有利なんだけど、一バレしてるしな。うん。
こいつら倒した方が要塞のキーカード出ると思うんだけど。あ、なんだ。もしスナイパーいいわ。DMZ 無視。こっちの位置確認して逃げるだろうな。なんだこいつら。いや待って、ブレすぎて当たんない。あ、リバイブピストル。一旦外周のマップ外のところに行くか。マップ外になって UAV 範囲外。ここから外周をぐるっと回ってさ、敵ってことになっちゃうよな。あれ違うよ、違う。なんだ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 。弾道見える。銃声はしないね。あ、P？ あっち P いるわ、多分。OK、遠いな。うん。あ、UAV 止まった。まだいるなら UAV 動か。何何？銃声した。何言ってる？え、こんな不自然な撃ち方する？え。いや、N に撃たれてんだと思うよ。そうだよね。こっちこっち。撃つよ。グレネードを使う。デッドドロップの近くにいた。ダメダメダメ。こっちでね。パラシュートに逃げた。どこだ。あ、そっちか。いや、確殺入れた。ナイス。二人いたよね。あ、一人しか見えんかった、俺。あ、マジ？二人いたよ。うん。じゃあもう一人、あ、いた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 。赤ピン。オッケー。登っ、多分ここ登ってくる。オッケー。いた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 。あ、いた。終わってる。ナイス。ちょっとあさらせろ。あ、こいつらもう入れた後か。テンパスレーザーバックだった。あれ紹介状と追跡状。あれ、いや違う、今俺拾ったのは追跡装置ってものを拾った。アイスブレイカーじゃん、この人たちやってんの。ああ、まあボンデルズーから回収だから。そっか、アルマズラでも有効か。ただ紹介状はさすがに。あ、また動いてんの。さ、どうする。あの、ちょそう。だって俺らどっちみち物が、物っていうかあれが必要だから。要塞のキーカード。いや、一回ここ登るわ。まあその範囲内に入らなければいい。デッドドロップ目的で来てるやつがいんのかもね。さっきからデッドドロップでうん、合ってるもん。ってどうやって登るんだ。もっと上に行けないのか。びっくりした。入るなよ、範囲に。あ、階段ある、階段ある。ちょっと入る。そこ2階までしか行けないの。ああ、そうなの。これデッドドロップがちょうどガラスの割れる音した。それ俺じゃない。これちょうどデッドドロップがさ、UAV の範囲に含まれるから動かすんだろうね。そうかな。いや、生きて。耳を澄ます。
中性するな。するね。次、下界じゃね？下界というほど下でもないけどな。どこだ？なんかこの辺からする気が。あ、いた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 、これ。え、いた？どれ？蘇生してたわ。蘇生してた、さっきの。どれ？ 3 人目。これこれ。え、ピン見えないんだけど。あ、見えた。ウルトラは救援を要請しているオペレーターがいる。超目くらだったわ。あ、散波だったんだ。散波だったんだ。で、諦めて。ね、要塞のキー、あ、やべ、要塞のキーカードがあるだけ見させていただきますよ。ありません、さよなら。あ、ミュニションだ。で、じゃあ3人目が UAV タワーを動かしたということですか。かもな。そろそろ我々が UAV タワーを動かしていいか。砂の弾がなくなる。なんで弾発になってる。あぶね。あ、要塞のキーカードを出す。ナイス。あれ、救援要請出してたら誰か別の PMC 来ねえかな。ここまで来るかね。とりあえず UAV、 あ、敵の歩兵だ。何？いや、あれは N だな。ああ、あれも、ん？ここに向かう敵の歩兵だ。何何何？いや、 N かな。UAV タワー動かしに行くのも怖いな。なんか撃たれた。え？こっちピールは。オッケー、戻るよ。友軍リーコンが脅威を操作する。それじゃああれか。救援要請に釣られて。え、でも P いるんだけど、どれかわかんねえ。とんでもねえ長射程で撃たれたかもしんねえ。近くから撃たれた感じではない。うん、クソ遠く。そこ撃たれるかもしんねえぜ。怖い。いや、まあダウン取られてもここなら大丈夫でしょう。まあまあ。え、流れ弾。あ、敵の乗り物だ。あれ P やね。あの射撃。うわっ、撃たれた。ね、わかんないよね。まあ、やめてもいいじゃん。うん、この距離は別に無視でいいわ。ああ、で、そうだ、要塞のキーカード1枚手に入ったから、これをデッドドロップに入れて、あと5枚か、必要なのは。契約やってパーク増やして帰るか。そうだ、パークだけ増やす。俺はとりあえずタワー動かす。セキュアサプライ。敵の増援が来るぞ。レスキューホステージある。オッケー。レスキューホステージあれ撃たれた方じゃん。え、やめよう。セキュアサプライ、NPC オンリー。うん、とりあえずこのセキュアサプライ受ける。 OK。 コンテナ確保。あー、こっちか。サプライボックスの位置がタッグマップに示されている。敵より先に確保しろ。あ、あ、びっくりした。
意識すると要塞のキーカードなかなか見つからないもんだな。結構グレイブスって良いやつなんですか？グレイブスはいいやつ。途中まではいいやつだったけど、唐突な裏切りについていけなかった感がある。ムービーはなんかさ、いいやつの雰囲気出してたよね。そうなんだよね。いいやつの雰囲気出てたんだよ。共闘しようぜっていう感じ。ね、わかんねえわ。グレイブス2人いる？ドッペルゲンガー。大したもん入ってないな、うん、なんかあれだけ見るとよくわかんないんだよね。でもファラはファラみたいな、あんたに、うん、ファラがいたんよね。ファラはプライスタイとめっちゃ面識あるから、あの場にグレイブついたらなんだおめってなりそうだけど、そこを伝達していないのかもしれないし、意図的にああなってるのかも知らん。もう分からん。変えるか。出してた。ほう。受精するな。なんかちょっと激しめじゃん。激しい。これストリークでしょ。どうだか。いや違うか。ゆう、近い。どれだ。と思ったけど NPC に撃たれただけか。もうわかんねえ。ちょっと UAV タワー動かしたくない？あ、向かってる。待って、いるかも。あの辺 PMC か。あれだな、あれだわ。完全にあれだわ。でも UAV 動かすよ。OK。あ、車両だ、あれ LTV だ。あの LTV は戦わん方がいいな。あ、待って、後ろ。何あれ？泳いで。待って、泳いでるんじゃ見えないな。待って、なんか飛んできた。ちょっと待って、車、逃げ。待って、やばい、これ死ぬ。えぐ。何撃ってんの、あれ。は？ちょ、何これ。これ家の中入ったよ。俺は入ってない。え、これどうにもならんくね。あ、じゃあやばいかも。俺もうアーマーない。アーマー、あ、どっか行ったか。いや、行けや。アーマーあるよ。そっちの家行きたいんだけど、まだ車がさ。あ、見られてる。行けるかな。どっか行った隙にもう行こう。そうだね、ちょっと回収地点変えるか。変えるっつってもちょっと、つうか一回ショップ行かない。そっちあんまやばいでしょ。俺もそうだね。人質やろ。人質、あの人質はさっきやめたやつか。いいんじゃない。そうだけど、まあ後ろに別の PMC が映ってたからちょっと注意よね。コムベスト失いたくないわ。スパイから。で、汚染地帯遠いから、多分、結構時間的な余裕はあると思う。うん、遮蔽にこれ左側行くか。うん。いや、何あの車両。多分さ、シャドウカンパニーのあの鍵必要だった車両か。これな、やつ、あんなポン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 。強すぎる。強すぎる。絶対グレーブス悪いやって。
わ。まあでも人質救出で脱出狙っていない限りこっち来るやつはいないと思うんだけど、さすがにいねえと思う。あ、待てよ、金あるから、金あるし契約やったからプライベート脱出買うか。ああ、まあいいけど。売ってたっけ。もうわかんない。5万で売ってるとか売ってたよね。ミニション出すわ。うん、弾薬があるぞ。出るといいな、脱出。てかさ、この追跡装置持って帰れるのかな。持って帰れると思うよ。持って帰れるのかな。まあだけど紹介状、こいつら紹介状を持ってなかったから。そっちはなかった、すでに納品済みかな、だったのかな。プライベート脱出、プライベート脱出。あれ、なくね？あ、ある、ある。5万必要っすね。まあ5万か。金ねえんだわ。金ください。うん、これスクワットの合計金額も表示されてんだ。うん。なかったよね、前は。ねえ。金ください。よし、まあね、大事を取ってね。なんでその若干遠くに人質やれってか。人質やれってか。あ、人質やったら人質に帰るよ。どっから来てんだよ。俺の予想だけどさ、鉄塔に PMC いてすなられたんじゃねえかなって。さっきそうなんかな、違うかな。えげつない距離だよ。絶対13倍のあの弾道見えるスコープ使ってる。さすがにおらんよな、今。いたらやばすぎ。やばすぎるし、キモすぎる。いや、さっき先手で UAV タワー動かしておいてよかったな。こっちが動かしなかったらもうボコられてよ、あの車に。動かしたから来たのかもしんない。ああ。でもこっち無敵だから突っつったろうみたいに。よせい。前この辺に GPU あったんだけど、 GPU ないか。でもこの辺もうバッチリ漁られてるな。よし。急いでここまで来い。台の方から指揮官へ目標と人員を確保した。これより移動する。
あ、サム忘れた。やってないじゃん。そういえば。サムやる余裕なんてなかった。あう。エイムが。眠たくなってきたし、今日はこの辺にしますか。なんかコシチェにもうね、コシチェでどっと疲れが出たわ。持ってかれてるやん、だいぶ。でも、4つ目のパークゲット、でかいわ。これ、1回でいいから、パーク全埋めしてみたいな。10出して。うん。それやるとタグがなんか虹色になるよ。だから虹にしてえわ。あ、つか待って、GPS 持って帰ってこれってないね、これ。あ、ダメなんだ。じゃあ、奴ら、どっから、アルマズラで回収してたんだろうね。そうだね。何目的で？わからん。持って帰ってきてないね。ないね。はい。じゃあ今日はこの辺で。お疲れ様です。3つ。